はい、野球グマチャンネルの時間です。今日も武田浩二がお送りいたします。今日はですね、明日から使える野球の歴史というか、まああんまり使う人はいないかもしれないんですけど、これの第一弾ということで、やってみたいと思います。読売ジャイアンツはもしかしたら経営ジャイアンツになっていたかもしれないという仮説なんですが、もともと昭和の初めに、プロ野球チームを作った背景にはですね、まあ新聞社の読売新聞が作ったわけなんですけど、勝利って松太郎さんですね。やっぱり当時はですね、鉄道というインフラが一番すごかったので、電気でもなく、ガスでもなく、まあ水道はあれ、まだもうそんなに今のように整ってないわけで、インフラといえば鉄道だったんですよね。もう昭和の初めになるとかなり鉄道網がして、国鉄も含めてかなり発達してましたということは大資本だったわけですね。で、読売ジャイアンツとしてみたら、まあ、あと阪神に声をかけて甲子園球場を持ってるということで、まず、阪神が、参加することになって、で関東の方に、まあ、京成の、まあ、鉄道の方も野球ブームになって阪急も入ったりしたので、まあ、一応京成も資本参加することになったわけですね。京成電鉄っていうのはですね、皆さんどうですかね、ご利用になってるか。まあ、京成電鉄は上野から成田を結ぶ、まあ、成田山新勝寺を、まあ、お寺を結ぶために生まれた私鉄なんですよね。で、その時ですね、1934年昭和9年11月に開催された日米野球のために結成された大日本東京野球クラブの筆頭株主としてプロ野球に参入しようとした京成電鉄が、千葉県習志野市の八津というところに八津球場を作りました。まあ、これを本拠地にして、まあ、プロ野球を展開しようと思ってたんではないかと思います。で、その10月20日にですね、まあ、伝説の投手沢村栄治をはじめ、まあ、名キャッチャーの久慈次郎、法政の遊撃手狩田久典、慶応の大スター水原茂なども参加して、まあ、八津球場で練習を始めました。これがですね、今の巨人軍の発祥、まあ、第1回の練習ということで、形成というのは実は巨人軍の発足のために動いたということですね。で、いよいよ11月に全米軍が来日、ベーブ・ルースとかルー・ゲリックなど名選手が来まして、その全米軍も全日本軍と一緒に八津球場で練習しました。ですから、まあ、今考えると不思議なんですけど、野球の歴史が好きな方にも不思議だなと思うんですけど、ベーブ・ルースとかルー・ゲーリックが、習志野市の八津に来てたということですね。まあ、それがまあ、どんな感じかっていうとですね、こんな感じなんですね。まあ、実は、当時、2両編成の京成電車に乗ってですね、1両目先頭車の方に全米軍、2両目の方に全日、まあ、日本軍がですね、乗って上野駅から八津まで約1時間かけて電車でやってきました。で、京成電車に乗って、まあ、この、まあ、この写真を見ていただくと、真ん中の方にですね、ベーブ・ルースが打ってるんですね。そこにまあ人ですよ。どうやって打ってるんだろうって感じで、あれなんですけどね。まあ、で、隣の写真でルースと当時の首相の同士の握手なんですが、まあ、なんとも言えない、こう、ルースの貫禄さっていうのが出てくると思いますね。でですね、なぜ京成電鉄は巨人軍から手を引いたということですね。ここまで盛り上がった。実はやっぱり今と違いましてですね、東京から八津球場のアクセスがやっぱり結構大変だったと思います。今みたいに高速道路もあるわけじゃないし、道も砂利道だったと思うので、本当に地域の方しか来なかったんじゃないかということで、巨人軍の方も、巨人軍というか、まあ、その当時の大日本クラブでも、ちょっともう、千葉じゃまずいんじゃないかっていうことで、そういう話をして、京成電鉄さん、じゃあやんねえよみたいな感じで、まあ、当時としては大株主だったんですけど、手を引いちゃったわけですよね。で、結局その八津球場の跡地がですね、八津遊園という遊園地になりまして、当時流れるプールとか日本初のコークスクリュー、
まあ、ジェットコースターくるくる回るやつですね、が装備する千葉県以外からも来園する日本有数の遊園地になったんですが、京成電鉄というのはその八津遊園を手放、まあ、壊して今 UR の団地になっています。でじゃあ何をしたかというとディズニーランドを作ったんですよね。京成電鉄っていうのは非常に実は、私鉄の中でもそんなに人気がある鉄道会社じゃなくて、てっちゃんたちにも鉄道模型とかそういう情報なんか鉄道雑誌の中でも京成はあんまり売れないっていうような話があって、鉄道模型作っても京成電鉄の車両は売れないなんていうことを鉄道模型の関係者は言ってましたね。そういうことで、だけど京成電鉄ってのやることがちょっとこう先走るというかですね、非常になんか地道にやってるようで結構こうまあギャンブルなところに手を出すというか、まあ結局は東京ディズニーランドは大成功を収めましたけど、まあもし巨人軍というチームを今も持っていたら、もしかしたら京成ジャイアンツになって長嶋茂雄は千葉からですね、千葉 の大選手を千葉で活躍させようみたいな感じでちょっとやってたんじゃないかななんて想像もすると面白いんじゃないかなと思ってます。で今現在ですね、その八津球場の跡地は公園になっていまして、その奥に読売巨人軍発祥の地という石碑があります。まあこれも昭和50年代ですかね、川上さんとかその当時の V9 の選手の手形とかあって、まあひっそりとあるんですよね。ちょっともったいないなと思ってます。まあ逆に習志野市がですね、やっぱりそのプロ野球、本当はプロ野球の発祥っていうのは大正時代の芝浦協会なんですけど、今のプロ野球の発足された場所だっていうことでベーブ・ルースも来てたということでですね、もうちょっと何か観光というわけじゃないですけど盛り上げてくれればいいんじゃないかな、もったいないなと思いますね。そういうことで今日はですね、まあ明日からでも使えるプロ野球の歴史ということで、読売巨人軍はもしかしたら京成巨人軍だったんじゃないかという話をしてみました。で、まあそういうことで、今日は終わりにします。ではまた、武田浩二でした。